死ね。Let's go.
覚えた配信してる。誰も鳥対策を知らないから。つららがさ、出る位置に立ってたらそれは死ぬよね。大体そのどのボタンを押してるかによってどこにつららが出るかって決まってるから。この中ボタンとか弱ボタンとか、まあ、基本的に弱、守ってる時は弱を押して、攻める時は中と強を押してるんだけど、まあ、暇な時は中ボタンを押してる。だから離れてる時だったら、まあ、中の間合いが一番スララが降ってくる可能性が高いから、まあ、離れてるか近寄ってるかどっちかじゃない。これは、ね、ガードし始めたら弱ボタンを押すから、弱ボタンを押しながら強ボタン連打したり。だからまあスララが溜まるまでに崩さないといけない。結構時間かかるからね、溜まるまで2秒ぐらいかかる。あれしてもらいたい。Put up! Put 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 up! Put
なんでパキンで。いや、そんなことない。いいよ。いつも暑いな、今日は。まあ、さっきカレー食ってきたっていうのもあるけど。ああ、美味しいカレーを。いやいやいや、美味しい店があって。いや、相変わらずうまかったよ。飯火災。ああ、サンゴ礁行ってみたいね、一回。でも遠い。めちゃくちゃ遠い。僕の家から行ったら1時間半ぐらいかかる。まあいや、行くとしたら夏だよね、やっぱ湘南だったらね。でもあそこ特に何も見るもないよね。海に行かないんであれば何もするぐらい。水族館にしても疲れたな。いや、知らない。あったから。今日あんま寝てないからさ、体が体温が上がってるんだよね。そうだね。しかもずっと酒飲みながらやってたから、まだ酒が抜けてなくて。来れないっていうか、来る気はなかったんだけど、なんか知らんけど来た。なんかいた。当然なんか昨日の昼にじゃあ行きます、じゃあっていうか、突然飛行機のチケットを取って。しかし、いつにも増して誰もいないね。いやー、それは3本じゃない。あと僕も最近ずっとウルフォーしかやってない。レッシー、アレッシーなんて最初からいなかった。アレッシーなんかほんの一時期結構ね、アレッシーは何度も何度も使ってはすぐに立てる。本当に勝てないもんね、あれじゃ。まあいろいろ強い行動はあるのかもしれないけど、まあわかんないね。一つはまあ強いな。おやおや。
辛い。対応辛い。覚えたぞ。まあいいじゃない。もうノーマルカラー使えばいいんだよ。まあやっぱり金髪かな。金髪は今日だよ。お腹がいっぱい。いやー疲れもうR が来る予定なんだけど、何時に来るんだろう。さて、特別ゲストが増えそうだな。シャカの40に対して鉄道車が今日振るのは、あ、じゃあポルノ40に対してシャカの鉄道車が今日振るのは結構リスキーかと思ってたけど、なんか40振るタイミングがさえ分かればほぼ当てることができる安全な行動なんじゃないかなって。最近だいたいあの40の先端のギリギリ当たらないところになると、まあだいたい40振るからっていうか、まあ40以外振る技がないから、あの辺までわざわざ行って損者が今日振るのはありかなと。まあ当てたところで特に何もないけど、ガードされた時に結構その鉄道車が今日自体も先端だから反撃がほとんどないっていうの、ほとんどないは言い過ぎだけど、もしもアドバしてくれたら反撃がなくなる。いやどうしたらいいか覚えたぞ。40は覚えてもあんまりやることないかな。40をガードする時点で40を振る間合いを間違えているので、まあ、40を覚えてもう必要はないな。ああ眠い。待って。
今日のゲスト枠は大分さんと R さんと王さんになりそうだね。あとギルバードか。王さんに会うのも久しぶりだな。甘えてるわ、これ焦ってるな。これは大空結果弾と四中マッチか、覚えてるから。はい、その射が今日一発で死んじゃうから四中が触れない。あ、我がラハチャカ。いやいや、シューティング隙があるのはそんな当たり前の話でしょう。結果弾はだって後ろから来るピラニアにも勝てるというのに。結果弾とパニッシュメントは後ろにも判定あるから。いやー眠いね、さすがに。もうミンティアが必須だよ。しょうもないクソゲー頭でやってくからだよ。いや別にこれ倒してくれても、これ倒してくれても大丈夫だよ。繋がる繋がる。先月なんか50連勝くらいしてたじゃん。40だっけ。真面目？僕は真面目ですね。真面目とか言うと真面目じゃねえから。あ、このフォロナルフル何も冷房対策知らんぞ。
まあ、チャカポルはね、ダッシュシャガキを、まあ、チャカポルだけじゃないけど、チャカを相手にするときは、ダッシュシャガキ攻撃出すと、飛びが噛み合う可能性っていうのをね、常に考えておかないと。しかし、土井さんも上手くなったな。あー、結果ダミスか。はやー、あ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 ー